皆さんこんにちは。司法試験入門講座ガイダンス、直接添削オプションの説明会を始めていきます。司法試験予備試験受ける方、私の入門講座には竹山講師直接添削オプションと論文の書き方ゼミというのがついてます。これどういうものか、もう数分で簡単に説明します。で、まずレックの講座って基本的に2年コースなんですけど、1年で合格される方いらっしゃるんですよ。で、あわよくば1年で合格できるのに越したことないんですよね、予備試験で。1年でダメでもやっぱり2年目にもかなり力がつくので合格しやすくなる。で、どういう勉強法を私はお勧めしてるかと言いますと、これ常々ね、まず入門講座受けてください。で、受けていただいたらどうするかというと、これ必ずね、その日か次の日に復習します。一回一回復習ね。一回一回復習する。で、その入門講座に論証っていうのがついてくるんですね。これ論証っていうのは論文のパーツみたいなものです。で、これ論証を覚えてください。で、できれば単答も解いてください。これ記憶の定着のためです。解けなくてもいいですよ。解いてくださいっていうのは問題考えて回答を見て理解できればいい。で、できれば論文もやった方が力がつくんですけど、これね、レックは1年目に論文の講座ってあまりついてないんですね。ちょっとはあるんですけど、ついてないので、ここまではね、私も要求しなかった。でも理想を言うと、入門講座復習して論証を覚えて単答やって、論文やって、ここまでやってから次の授業に臨んでほしい、そういうことなんですね。これをね、ぐる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 繰り返すとすっごい力つきます。で、ただ1年目から論文ついてないんだけど、あんまりついてないんだけど、直接指導したらめちゃくちゃ合格可能性上がるんだと思って、これつけました。それが添削オプションです。で、どういうことになってるかというと、これね、予備試験の天王山である論文を早い段階から書けるようにするため。予備試験も司法試験もメインは論文です。単答じゃない。論文とにかく大事なんです。しかも論文なんてすぐ書けないですよね。なので、早い段階から書けるようにするため、今年は論文の書き方の基礎を学ぶゼミと添削オプション、これセットにしました。どういうことかというと、まずね、入門講座が終わった後、論文の書き方ゼミっていうのがあります。これ双方向でズーム対応です。で、これで論文の基本的な書き方を学びます。今年はこれが新しいです。今までね、添削オプションだったんだけど、いきなり書けない人結構いたんですよ。なので、まず書き方を学びましょう。そしてその次の回に、向けて答案を作成してきてください。そしてその答案のポイント解説をします。で、私が直接赤入れをして返す。これをぐる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 やっていくわけです。でね、書き方ゼミとポイント解説講義が1セット。1回目はこれやって答案作成で、2回目がポイント解説講義で添削で、3回目がゼミで、4回目が答案ポイント解説講義。書き方ゼミと答案作成解説がこうサンドイッチになってる、そういったイメージです。で、それによって論文書く力を徹底的に磨きます。1年の段階から磨きます。で、これをやることによって、1年あわよくは1年合格で、2年合格だとしてもやっぱり論文の力がついているので合格可能性かなり高くなる、そういったゼミになります。ですので、入門講座を受けられる方、これ受けた方がいいですよ。さらに他の予備校とかね、いろんな講座を迷っている方、やっぱりこの書き方があるっていうのは強いので、ぜひ検討してみてください。でね、ご興味がある方は、レックの近くの支店にお越しください。それでは、竹山講師直接添削オプションの説明会終了いたします。お疲れ様でした。